作大学で学ぼう作大学の提供でお送りしますインタビュアーは作学園の秋山健一さんです皆さんおはようございます昨日から始まった作大学で学ぼう第二回目の今日は学校法人作学園理事若林俊弘さんから作大学の学びの柱となるヒューマンケアという考え方についてお話をお聞きします 若林さんよろしくお願いしますよろししくお願いします早速ですが若林さん、朔大学のヒューマンケア、どのような考え方なんでしょうか、はい、来年のですね4月に新しい福祉系の学部がスタートしていく、今、準備を最中なんですけれども、ここに至ります間、いろいろな論議を重ねてまいりました。その一つがどういうい学部を 看護学部の他に作ろうかというところで、これは少し私の考え方が強いかもしれませんが、私はあの、新しい学部を作るにあたって、こんな考え方をいたしました。あの、私たちはよく、あの、ホモ・サピエンシスっていう言葉を使います。現世人類っていうことで、今の私たちがホモ・サピエンシスなんですね。私たちの、 人類の歴史っていうのは500万年ぐらい前の哺乳動物からの進化があり人間としての機能を持ったものがこの世の中に出てきてからは約50万年と言われてるんですけれどもその50万年の間の中でも今から20万年前アフリカの一女性から実は私たちホモ・サピエンシスは誕生するわけですよねで。それ前までにはどんな 人間がいいたかというと、う皆さん方もご承知のようにえ北京原人と言われるような原人っていうような人間もおいでになりましたしそれからネアンデルタル人というような求人と言われるそういうまあ人間もこの世の中に存在していたわけです。で私たちホモ・サピエンシスは20年前の時にどんなところが特徴だったかっていうと。 私たちのホモ・サフィエンシスはまずあのコミュニケーション能力っていうのが非常に強かったと言われてるんですねまあ,あの体育的には当時の求人といわれるネアンデルタール人よりも体育は劣ってたようでありますけれどもコミュニケーションを取る力っていうのは非常に強かったと言われておりますもう一つ大事なことは人を思いやるという気持ちが私たちの祖先は持ってたようなんですね自己愛という自分を大事にするという反面 人のことを人の気持ちになって考えるっていう力があったって言われているんです。この二つのコミュニケーション力と相手を思う気持ちというこの力が実はその後のネアンデルタール人が滅びていく中で私たちホモ・サピエンシスがこの世の中で繁栄をしていった大きな原因だと言われているわけであります。確かに私たちこう考えてみますと非常にある面においては 自己愛も強いわけでありますけれども他人も考えようという気持ちがありましたとりわけ第二次世界大戦以前の日本人というものは非常にこの横の社会が発達をしておりまして家族愛だとか集落愛だとか親族愛だとかという非常に横の連携が強かったわけでありますが戦後を振り返ってみますと私たちはどん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 進化をしてきておりまして今社会は 縦社会の流れをしておりますよね企業にいたしましても組織にいたしましても横ののの連連携携よりもむしろ縦いいうのが強調されてきてきる確かに縦の社会っていうのは能率とか効率とかっていう面においては非常に有利なんですけれどもその反面ですね実はその相手のことを思いやるっていう気持ちはだんだん薄くなってくるような気をしております。 まあそんなところから私たち新しい学部というものは人間が本来持っているところの思いやりの気持ちを一つ学部の中に生かしていこうじゃないかそういう人間を作っていこうじゃないかというふうに思ってスタートをしたわけであります若林さんのお話では人間が本来持っているコミュニケーション能力であったり人を思いやる気持ちであったりまた横のつながりということが大事で 昨大学のヒューマンケアの考え方のベースとなっていることがよく分かりました。若林さん、ありがとうございました。明日は横のつながりについて、引き続き若林さんにお話をお聞きします。大大学で学学ででぼう作大学の提供でお送りしましまた